こんにちは。大津市議会議員の中野博です。今日は8月17日です、えー。大津市議会議員選挙の告示も近づいてまいりました。今回の市議会議員選挙では、愛媛新聞社より候補者向けのアンケートがー求められました、えー。愛媛新聞社から選挙前にこのようなアンケートを求められたのは、私も初めての経験です。 市民の皆さんが選挙にあたり、候補者を判断するにあたって、材料が提供されるというのは大変良いことだと思います。その新聞社からの質問の中の一つが、大洲市議会の定数問題でした。今回は大洲市議会の定数問題について少しお話をしたいと思います。 こちらの表をご覧ください、えー。県内の市議会の議員定数に関する資料です、えー。愛媛県内と申しましても、市の規模に差がありますので、人口5万人以下の八幡田浜市、西予市、伊予市、東恩市と比較をしています、えー。赤い線のところを見てください。議員1人当たりの人口は、ほぼ2000人となっております。 四国内の他県でもほぼ同じような状況です。大洲市は面積が432平方キロと広大であることを加えましても、現状の議員定数21は妥当であると、令和2年2月に大洲市議会の議会活性化特別委員会は判断をしました。ただし、昨年の国勢調査では、 大洲市の人口減が進んでいますので来期は直近の国勢調査に基づいて議員定数を見直すことが必要だと考えていますその際はあまり時間をかけずに決定すれば良いと思いますしかしながら議員定数削減と報酬削減が議会改革活性化であるとの考え方はもう卒業すべきです情報共有住民参加 議会機能強化の三本柱こそ議会改革であり、議会の活性化であります。私も議会改革に向けて引き続きしっかりと取り組んでいきます。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までの視聴ありがとうございました。